柔道はもともと加納治五郎先生が137年前にさまざまあった柔術とい う格闘技をまとめて柔道というものにした武道です。柔道は格闘技としての要素だけではなく教育的な要素が非常に高く、世界中で親しまれている理由の一つとしてやはりその競技面の面白さ以外に教育的な効果が高いということがその理由として挙げられていると思います。で、私たちの指導官でも、その教育の面に注目して子どもから大人までが柔道できる道場ということで、皆さんに親しまれている、ところです。指導官は3歳から60代までの方たちが通っている柔道場です。基本的な技術から、柔道を学べ柔道の魅力をたくさん知ることができる道場ですので、ぜひ、日本にお立ち寄りの際は、お気軽に柔道場に来ていただければとても嬉しいです。一緒に柔道をやって、日本の文化を、ぜひ体験してみてください。よろしくお願いします。